私も殿のお供をして参ることに。どうされました？何故そんな沈んだ顔なされる？ならよいのですが、姫が暗い顔をされているととても気になるので。できればいつも笑っていてください。そうすると私もほっとします。けれどもし何かあれば何なりと言ってほしい。必ず解決しますから。世話になるなどともともとお役目ですし、それに今日お役は難しくはあれ決して辛いことでもありません。むしろ近頃は楽しく思います。小次郎殿、出立は明日だ。あとをよろしく頼みたい。それで半月か一ヶ月もあれば。受けたまわった。姫、主だった者がいない越後に残るのは心もとありませんか？周囲の情勢を考えれば当然のこと。姫には気休めにしかならぬかもしれませんが、水神の涙だとか、私の出は野尻湖の近くだと言いましたよね。その野尻湖のほとりには小さな社がある。そこは水神の祠と言われています。この懐剣と水晶は私の祖父が祠で祈って水神の加護として授かった。嘘。もちろんです。そうでなければ持ってきたりしません。姫と越後と両方守ってもらうために持ってきたのです。
しばしのお別れです。後のことは屋敷の者に命じておきますので、ご心配なく。姫。ああ、いいのですよ、座ったままで。今早馬が来まして、殿が無事に関東管領に就任されたとのことです。はい、ありがとうございます。はい、とてもめでたいことです。それでは私はこれで。浮かれているな。俺はいつもそれもあるが、影虎さんはそうだ。だから抜か中にはそうだ。だからこの長尾の家では、ああ、釣りをしているだけ。おい、うさ。ああ、姫におかれましては、幾久しく。宇佐美さん、お久しぶりです。何か変わったことなどありませんでしたか？それはよかった、安心しました。そのように思ってくださるか。おや、久しぶりのおじ。孫じゃない。おいおい、どうした？怒ったのか？俺はほんの冗談で。すまない、孫とは言われたくないし、思ってもいなかったので。それって、男として見られたいってことか？ああ、いえ、何でもありません。ちょっと調べ物です。あ、いや、そうではありません。ところで、何かご用ですか？ああ、それならあれが。姫、大丈夫ですか？え？あ、申し訳な。あ、冷静。孫とは言われたくないし、思ってもいなかったので。
バレてるのは顔の割にやるじゃねえか。顔は余計だ。俺が切られるかってのは、まあいいや。俺は雪村の使いできた猿飛びサスケだ。真田中優。おや、俺がそのうち一番の腕利きだ。筆頭は。うるせえな。腕がいいのは俺の方なんだよ。そんなことはいい。姫さん、雪村があんたに来てくれってさ。ああ、それで俺が連れに来たってわけだ。まあ突然は突然だろうけど、ちっ、この気配、俺以外にも忍びが嫌がんな。言ったな。それはエチ、今のとこ迷った。ただ姫、おられますか。ご無事のようですね。配下の軒猿から真田の忍びが潜入したとの報告を受けました。それで心配になって来てみたのだが。そうですか。とにかくよかった。何をやらかすかわからぬ真田のこと、姫に奴らの狂人画を呼んだのではと肝を冷やしました。姫はもしや真田をご存知で。私には話せぬことでありましょうか。代々武田に仕えていたわけでもなし、そうした経緯があっても不自然はないでしょう。姫、よかったら今宵祭りに行きませんか。豊作を願うひなびた村祭りとはいえ、それなりに賑やかです。実は私も行ってみたく、その姫と共にならですが。村の者の凶をそがぬよう、お忍びでの参加にはなりますが、いかがでありましょう。申し訳ない。使用で少し寄り道をします。いえ、無縁仏の墓です。村のかがり火が盛況のようです。お囃子の音は人を童心に戻らせます。
そうですか。でも姫も同じですよ。可愛いお顔です。そろそろ踊りが始まるらしい。もっと近くへ。刑事に踊りを習っておけばよかったかな。どうぞ姫は踊ってきてください。私には無理です。 いえ私は見ている方がいいですよ。同感です。教えてくれた刑事に感謝せねば。姫、疲れているところ申し訳ないですが、先を急ぐとしましょう。不穏。不穏な気配ってのは、俺らのことかな？貴様は。姫さんは。やはり。狙いは姫か。ふーん、お供は軒猿か。けどたった数人で足りると思ってんのか。誰か。小次郎殿、お願いできるか。頼まれるまでもない。彼女を守るのが俺の仕事だ。恩に着る。走って。大丈夫ですか？追っ手の気配はないようですが。来るやもしれません。あそこに洞穴らしきものが見えている。雨よけに入りましょう。楽にして私に身を委ねられるといい。京へ行った折だが、真田の気配があったと言っていたな。なあ、遠目に見かけたぞ。都の往来で突っかかるわけにもいかねえから見逃したが。姫と接触した様子はあったか。さあ、それはわからん。
あり得るとは思うけどな。どうしたんだ？真田は。ははーん。それで今の姫と真田の気持ちがいずこにあるか、ってのが気になるってわけだ。けど二人がどうなってるにしても、俺らがやることに変わりはねえんだろ？無論、次の戦で、真田は重要仕事殲滅する。必ずだ。トド、姫にはとても言えぬ。そりゃそうだ。おい、宇佐美。かなりマジみたいだ。わかりました。本降りになってきたようです。私は彼らの腕を信じております。私たちは夜明けを待ってから城へ向かいます。真田の犬たちがいるかもしれぬことを考えると、夜間の移動は危険。奥を見てきます。戻るまでここを動かぬように。心細そうな声を出さずとも、すぐ戻ります。奥の方が安全なようだ。参りましょう。漁師たちが避難所に使っている場所のようです。枯れ木もいくらか残されていたので、こうして火も。この場を見つけられたは不幸中の幸い。ここでなら火を焚いていても光が外へ漏れぬでしょう。お寒いでしょうが、空気の良くない場所で大きな火を焚くのは危険です。我慢してください。姫、失礼してもよろしいでしょうか？緊急の時ですので、私などの人肌でもないよりはマシでしょう。それに、私、風呂はちゃんと入っておりますので。おかし、はい。もしよろしければ、姫はこのまま私に持たれてお休みください。
落ち着きませんか？私は少々落ち着きません。女性と二人きりというのはあまり経験がないもので、何を話してよいものか。ありがとうございます。姫、やはり少しお眠りください。疲れておられようし、城までの道中も何があるか分かりません。安、私のことなら心配無用。戦では何晩も眠らないことがあります。それに私はもともとあまり眠らない性質なのです。私のことは良いですから。ただじっと抱きしめているより安心できましょう。さあ、目を閉じてください。目が覚めましたか？まだ夜中、もう少し寝ておられるといい。はい。ん？姫は無理をされぬように。先にも言ったが、私は戦場で慣れ。姫のせいではありません。姫のお気持ちは分かりました。ならばこの機会に少し話しておくとしましょう。いささかまとまりに欠ける話になりますが、お許しあれ。姫も知っての通り、私は越後の者。私はこの国が好きだし、守りたいと思っています。私が影虎様と戦った時、あの方こそがこの越後の統治者にふさわしいと思ったという話を先日しましたね。私はすぐに家の者たちを説得し、影虎様の、いえ、謙信様の家来になりました。けれどその時はまだ謙信様は子供ともいえる年齢の上、ただの四男。しかもその際ゆえに父上やご長男に疎まれて寺に追い出されておりました。お父上の死後、
当然家督争いになりました。私は兄上たちではなく謙信様こそが頂点に立つべきと考え、力を尽くし謙信様を領主の地位に押し上げました。姫が思いもつかぬような汚い手口を使いました。軽蔑されますか？それから今まで長い戦いでした。越後を平らかにし、ようやく関東管領を拝命するまでになった。だからこそ今ここで武田に殿が進むべき道を邪魔させるわけにはいかぬのです。殿の越後の竜の行く手を阻むものあらば、私はすべて排除します。たとえその相手が姫の幼馴染であろうと、姫が心にかけている相手であろうとです。真田との間にはそれだけの遺恨もある。昨日道中に寄った供養塔を覚えておられましょうか？あそこには軒猿衆が眠っています。忍びであるがゆえに墓石に名を書くこともできぬ者たちが皆信玄を倒すべく、私が甲斐へと送り、真田をはじめとする者たちに阻まれ死んでいった。彼らの魂にかけても私は真田を打ち果たさねばならぬのです。私は姫に越後にいてほしいと思っています。できればずっと。だが私は次の戦で真田を潰す。姫が越後に残るということは真田を殺す者の側に立つということです。姫、仕方ありません。ですから姫がもし真田のもとへ行きたいとそう思うのであれば、私姫のためにどうするのが一番良いかずっと考えていました。そして出た結論がこれです。姫の選択に委ねるのがよかろうと。ですが聞いてください。ここで姫の気持ちを動かすようなことをするのは卑怯と承知で言う。どうか越後に残ってください。残ってくだされば宮薙と越後が強固な同盟を結べるよう必ず私が取り計らいます。そして姫の身も必ずや守り抜く。恐ろしいものです。こんなことは初めてです。戦場で己の策がもたらす結果を待つ時ですらこのような心持ちになったことはない。
なのにただ姫の返事を待つことがかくも恐ろしいとは。それでも本当ですか。よかった、ありがとう姫、本当にありがとうございます。残ってくれたからには話しません。幼い自分より雷だけはどうも苦手で、竜は竜でも落ちる竜は苦手だ。殿は知らないはずですが、絶対知っていると思う。雷がゴロゴロ言い始めると必ず笑顔で私のところにやってくる。殿はおそらく私をそっと慰めるつもりなのだろうが、ですが信じていただきたい。たとえ雷が落ちている最中に襲われようと、姫の身は守ります。そろそろ出ましょうか。外に出ても私の手は離さぬように。真田の手合いがまだうろついているやもしれません。不穏な気配はないようです。無事だったか。見ての通り、俺は無事で何より。それで真田の連中は？手下は切った。そうですか。それとありがとう、手間をかけさせた小次郎殿。礼を言うのは、いや、姫を守るのは今や私の役目でもあり。ん？これは姫がはぐれないように手をつないだまでで、城へ戻ってから宮凪と越後の同盟について殿に進言します。姫はこれまで以上に大切な客人、何があろうとお守りせねば。当然のことです。そうか、わかった。俺も君がさ、お疲れでしょう。今日はゆっくりお休みあれ。私はこれから本丸へ行って同盟の三段をつけてきます。明日にでも良い知らせを持ってこれましょう。私なら心配無用。それに急がねばあまり時がないやもしれません。戦が始まっては宮凪に使者を送るところではなくなる。昨夜殿と相談して同盟の件をこのように取り決めました。宮凪への早馬も今出してきたところです。
上杉家は宮凪の良き友となろうと殿も仰せでした。姫、頭を上げてください。私は何もしておりませぬ。姫の努力が実を結んだので。それより少し出ませんか。ここがこの辺りでは一番見晴らしが良い。姫に越後をここから見せて差し上げたかった。今自分は冬の越後は厳しい顔を見せますが、私にかないません。姫にはいずれ冬の越後も共に。ここからは見えませんが、あの辺りに私の生まれ育った琵琶島城がある。そばには満々と水をたたえる池のある美しい城です。ずっと持っておられたのですか。姫、今日この場で姫に話そうと決めていたことがあります。宮凪と越後の同盟はなった。だからこれは同盟のための還元でも両国のための策でもありません。互いの国のことは忘れて聞いていただきたい。これからも私のそばにいてはもらえませんか。私は姫のことを好いているのです。この世の誰よりも。姫には唐突なことでしょうね。私も最近自分の気持ちに気づいたから。なれど今一度お願いする。どうか姫、私のそばにいてください。今一度この懐剣と水神の涙に守られていただきたい。たとえ戦に出ようと、私の心は水神の涙とともにいつ何時も姫の胸にありましょう。泣かれてはそのどうしてよいやらわからなくなる。それは私も同じです。まこと姫にはかないません。姫が泣くものだから涙が映ってしまいそうになる。しばらくこうしていてください。どうか
定光と。私もずっと不思議だったが、さっき分かりました。人は悲しい時だけに泣くのではない。愛しい相手を見つけたその時の涙かもしれない。私のようにさっきの姫の涙はもっと美しかった。見せてあげられないのが残念だ。どうぞ、何度でも。おい、一度城内の動きが、もう宮薙家、そう言わずに、その前に戦が始まる。そりゃ大丈夫とは言わせ、手だれの忍び。うさ、君が、君、悪い、うさみさ、考えて、殿は君以外同盟を、今の君だが、俺に言えるの。分かった。君は。なかなか来ることができずに申し訳ない。そう言ってもらえて嬉しい。こうも会いに来られぬと、姫に愛想を尽かされてしまっているのではと案じていたのです。そう聞いて一つ憂いが晴れました。ありがとう。この数日、姫はいかがされておりましたか？何かお変わりは？どうされました？それで、姫はどうしたいとお考えです？帰らないといけない、とも思っていらっしゃるのですね。女子はわがままを言ってよいもの。そうであるからこそ可愛いのです。とは刑事の受け売りですが、だが誠にその通りだと思います。私は姫は越後に残られる方がいいと思います。こう申しては姫に悪いですが、たとえ戦時であれ、小さな宮薙の城よりはこの春日山の方がはるかに安全。真田のことを考え合わせたとてそうでしょう。ですが、これは冷静ではない意見かもしれません。私にあなたを帰らせるつもりがないからです。それも小次郎殿が。いいからこちらへ。私は口下手です。言葉が足りなくて
誤解を受けることも多い。私はあなたが好きです。これは真実です。どうか分かってください。私は姫を返しません。誰が何と言おうと。そして姫自身がそう望んだとしてもです。どうあっても私のそばにいてもらいたい。もっとも姫に私が参ってしまうのはいつものことですから、姫にだけは頭を下げて頼むことになりましょうが。良い月夜だ。何故言ってしまわれる。こちらへ。聞かないと分かりませんか。姫のことです。だが考えるより姫のもとへ行けばよかった。頭で思う姫より生身の姫の方がずっと良い。聞き込んできたぞ。そのことだ。雪村さんが妻女さんを吸収しようとしたみたいだが、雪村乱戦になってるようで勝敗はまだ。さあな。だが宇佐美さんのことだ。複雑だな、君も。戻りました。双剣にしておられましたか、姫。取るものとりあえず姫の顔を見ねばと思い、私が不在の間に姫がまた不安にとらわれていては大変ですから。まだ何かあるならおっしゃってください。姫の心に一つたりとも曇りは残したくない。姫は心配性だ。ですが安心してください。姫が案ずるようなことは何一つない。あえて言うなら、姫に会えず
寂しかったというくらいのこと。いや、屋敷におります。そのん、私については何も話すことなどないと言い切れればよかったのですが。私の今回の動きは真田に狙いを絞ったものでした。それゆえ姫には切り出しにくく。そうですね。あなたは強い方でした。見くびってはなりませんね。一度は仕留めたかと思ったのですが、真田の影武者の穴山小助とかいう男でした。用心深い男です。だが次こそは。申し訳ないが姫も覚悟しておいていただきたい。ん？無作法で申し訳ない。ちょっと考え事を。いや、私は何とも。私に用だって？何かあったのかな？なるほど。けど、心配いらないと思うよ。寝不足のせいだよ。そうやって目を開けて仮眠してるんだ。また宇佐美は最近寝てないみたいだね。姫は見慣れてないからびっくりしちゃったんだろうけど、私たちは見慣れてるから。そうなっちゃった時のこと、刑事なんかは米寿宇佐美って呼んでるよ。ひどいよね。姫、何と言われても夜ですから静かにしているだけで。いや、少し考えることがあって眠ろうという気にならぬのです。そうまでして寝ることもありますまい。そう言われましても、酒で眠くなるというのもわからぬ。飲みすぎれば頭痛になりこそすれ眠気など。幼い頃は
よく聞かされた。それでいつも眠ったふりをしていたものです。私は良いのです。さあ、姫こそお休みを。姫には参ります。それで私にどうしろと。それでは姫の膝枕で寝かせていただいてもよろしいでしょうか。それはおつらいでしょう。さあ、もうお部屋にお戻りを。本当にするのですか。参ったな。これは心地よい。閉じてしまうと姫の顔が見えない。わかりました。朝。これは驚いた。このように眠ったのは幼子の時以来かもしれません。すこぶる快適です。何より目覚め一番に姫の顔を見られるということが良いらしい。草があれほどに滑るとは。夢の中で姫と共に丘を滑り降りたのです。こうすればわかりましょう。このようにして二人で丘を滑って下ってまいった。まこと夢とは面白いものです。だが幼子とは違ってもいた。丘の下まで滑り降りてしまっても私は姫を離さなかった。体も軽くなったようです。だが私はともかく姫を疲れさせてしまったのでは。一晩中膝枕をしてくれていたのですから。疲れとはいえ戦帰りの疲れというわけでもないのですが、いや、その戦後処理やなんやの手配だけならいつものこと。忙しいといったところで慣れている。ただ今回は慣れぬ仕事が重なったものですから。祝言の支度です。これがなかなかに手強く、婚礼衣装はもとより宮柳までの行列も仕立てねばならず。かようなことで嘘などつきますまい。そのお顔を見れば苦労の甲斐もあったというもの。決まっておりましょう。姫を宮柳へお連れするための行列です。さもなくば宮柳の家が断絶してしまう。ゆえに私が婿入りを。ずいぶん考えました。姫を離したくはなし。かといって姫の家を潰すのも寝覚めが悪い。それで謙信様と一緒に考え出した結論がこれです。どこか問題がありましょうか。少年だった殿も立派になられた。まあそろそろ私も子離れするべきでありましょう。それに
春日山を離れるとはいえ、宮薙は上杉の同盟国敵、私は越後の中からではなく外から上杉を支える。夢にされてしまっては困る。これは現実です。本当の夢の方は宮薙へ行ってから姫の膝の上でたっぷりと見せてもらいます。まあそういうことです。宮薙殿へ向けて出す書面も昨日書き上げました。あとはお出しするのみ。話すのが遅くなって申し訳ない。きっちりと形にしてからお伝えしたく。ただしこれで良いかと姫には聞きません。この件ばかりは否やは認めるということです。姫が何と言おうが、私は姫の婿になる。ついに出立の日か。姫、宇佐美のことよろしく頼むよ。うん、そうか。いいお嫁さんをもらったね、宇佐美は。次は殿です。直江、後のことは任せるぞ。はい、お任せください。うわー、余計なこと言うんじゃないよ。兼継はただでさえうるさくなってきてるんだから。では直江、一つだけ私から命じておく。何でしょう。人参は無理に食していただかずともよい。許して差し上げよ。え、兼継、ちゃんと聞いた？今の宇佐美の遺言、大事なとこだから帳面につけておくようにね。遺言？誰が落ちんだんだ。宇佐美だけどまだ死んでないよ。おお、姫と出立するの今日だっけか。姫もいきなり老人を抱えて大変だろう。老宇佐美殿、宇佐美殿のこと誰よりも尊敬しておりました。さように言ってくれるのは影勝殿だけです。私は絶対言わないよ。言わないから。分かっております。長い付き合いですから。素直。そりゃ小次郎も似たり寄ったりだろ。俺が姫にちゃんとおめでとうって言えんのか。言う予定。おめでとう。疲れるまではここにいていただきたい。良い城だ。あそこがこれからの二人の住まい。恥ずかしいなどと、姫がいてくれたらどんなところであろうと極楽浄土に変わります。うん、それもそうです。城の者たちはともかくとして、民たちも私を認めてくれればよいのですが、まずはできることから始めるとしましょう。これまでは越後のためだけを考えてまいった。だがこれからは姫を第一、この民たちのいる大切に大切にします。大切にする。うん。まあ時折は遊びに来てくださるだろう。それで雨が降れば宮薙の田畑も潤う。少しばかり妬ましい気がするな。水神様だ。姫がそうして懐剣を抱いて祈る様を見ていると、毎朝毎朝水神様が姫に抱きしめられているように思えてならぬ。
姫は時折とんでもない策を見つけるものだな。いや、参った。ではここは一つ嫉妬させてみるとするか。水神様に負けてはおれぬ。ずっとずっとかような二人でいよう。姫、無理だ。こうしていないと眠れぬ。何とでも言うがいい。私を眠らせられるのはこの世でただ一人、姫だけだ。愛している。これからもずっと姫の膝で眠らせてくれ。さあ姫、こちらへ。こちらといえばこちらであろう。隣ではいささか遠い。姫にはここにいてもらわねば落ち着かぬ。そういうことになるか。ん？気のせいであろう。こうして姫と二人きりで時を過ごす。私が何より安らげる時だ。苦しいわけがあるまい。いや、良いのだ。私を気遣ってくれての言葉であろう。感謝こそすれ、変などとは思わぬ。私もだ。そう、そうだ。美しい楓があったのだ。うん。待ちに待っておった一品なのだが、これが大変美しい。姫。ああ、いや、庭の木ではないのだ。持ってこよう。しばし待っていてもらえるだろうか。これなのだが、どうであろう。見る方向が変わると趣も変わる。おお、わかるか。なかなか凛々しいであろう。剪定の仕方にもよるのだが、普通の樹木以上に形の妙を楽しめるのが盆栽の良いところだな。才能と言えるかどうかは、だが好きではあるな。
目摘みやはかりといった細々とした作業を行うのは性に合っているらしい。釣りと違って海や川まで行かずともいつでも楽しめるのも良いしな。そうか。もちろん元よりそのつもりであった。だが葉が赤く色づくまでは内緒にしておきたくてな。それで今日初めて見せた。ああ、もちろん元よりだがそれで今日。ああ、心配いらぬ。軒猿衆だ。越後より謙信様の使いで参ったのであろう。して謙信様は何と。万事うまくいきました。宇佐美もご苦労様。姫によろしくね。ああ、筆の感じからして元気であらせられるだろう。それだけとは。軒猿が来たのは他の仕事のついでもあってのことであろう。心配いらない。大丈夫であろう。越後の衆は元気だけは有り余っている。刑事がいい例だ。姫、あなたが欲しい、欲しいのだ。あなたの唇、あなたの舌、あなたの吐息、指の間に絡まる絹のような黒い髪も、厚く柔らかい雪の肌も、あなたの全てを今すぐに。こんな風に乱暴に求めては怯えさせてしまっているか。何なりと言ってみたらいい。私に気兼ねなど何もいらない。お願い。やはり気づいていたのだな。私は普段通りにしていたと思うが。心配させてすまなかった。次からはいかなることも話そう。話した上で我が腕にて守ろう。私と共に歩んでくれるあなたを。それでよいか。いや、それより今宵はまた姫を不安にさせるかもしれぬ。ないないが、私の様子が普段と違ってしまっておるかもしれん。寄り添うだけでなく